はい、皆さんどうもこんにちは、あやおです。ということで本日もしっかりとやっていこうかなと思います。今回私がご紹介するのはもう超大ファイヤー、前回の動画は大バカだったんだけど、今回はマジで大ファイヤーですね。 PK ファイヤー、ということで今回は、もう超火属性、もうめちゃ盛りの、とあるね弓をしっかりと、使用して一狩りやっていこうかなと思います。それではね、今回使用する弓、あとは防具の方を見ていきましょう。はい、今回使用するのはこちらのトリニテ Y っていうね、オロミドロアッシュの、武器となっております。こちらね、攻撃力が310とね、比較的弓の中では低い方なんだけど、火属性が54と、とんでもないさ、54というね、しかも拡散弓、はい、っていうので、こちらの弓をねしっかりと使用していくわけなんですが、今回ねこちらのトリニティ Y っていうのは、ため段階がねレベル3までしかありません。しかもこちら開放込みでレベル3と、だからデフォルトの状態ではレベル2しか開放されないんですよね。で開放込みでレベル3っていう感じで、になってる。今回はこちらの一癖ある武器をしっかりと使用していきたいなと思います。なので一応100流スロットは攻撃をね当て続けたら回心率がこう上がっていく、あの交流の魂、はい、こちらを採用しております。で防具は、上からフィリア、ラスボス、格陽、ディアブロ、ノーマルラージャンで、戸籍は、体術レベル2、大スロ、中スロで、一応強音もついてます、はい、こちらね、おまけとなっておりますので、まあ体術レベル2、ダイスロ、中スロがあればこちらの装備、組めます。でこちらの装備に装飾品をつけるとこんな感じになります。発動スキルはこんな感じです。火属性がレベル5、まあこちらね、大ファイヤー装備ということで、火属性はまあ5つ盛りで、なっております。で体術、まあ、超回心、弱点特攻、拡散弓、今回は拡散武器なんでこちらで立ち回っていきます。スタミナ、急速回復と、まあここら辺は弓に必要なスキルが適当に入っているっていう感じですね。まあ一応、意識してつけたらもう火属性ヨガ、まあ、あとはもう本当に普通の弓のね装備となっておりますので、まあ、特に説明はいらないんじゃないかなと、思います。まあ、強いて言うならこちらね、最下転覆、巨竜症のね、克服時発動します。攻撃力が15、属性値がプラス13、あ、ごめんなさい、3、だから、まあ、ちょっとね、ほんとビビたるもんなんだけど、まあ、今回は、ね、しっかりとこちらを採用して、一狩り、待っていこうかなと思います。はい、で、一応ね、火属性強化でレベル5をつけると、火属性はもう68となっております。とんでもないですね。はい、もう本当にすごいです。はい、こちらの超、大ファイヤー装備、使用してですね、一狩り、やっていこうかなと、思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、それでは一狩り行こうぜ、レッツゴー。はい、やってきまして、今回はシャガルマガラをね、こちらの火属性武器をしっかりと使用して、ぶちのめしていきたいなと、思います。このなんか夜明けみたいな空めっちゃいいね。夜明けっていうか夕方っていうか、すごい俺この雰囲気めっちゃ好き。いいね、なんかめっちゃいいわもうすごい、全然関係ないけど、ちょっと感動しちゃった。こんな夜空あったっけ？夜空っていうかこの夕方の景色。すごいいいね。朝方なのかな？夕方なのかな？どっちでも捉えられるよね。この空の色。さあ、そんな空の色を眺めていたら、今回はこちらのね、シャガルマガラをね、一狩りぶちのめしていこうかなと思いますんで、まあ、かなりやばいモンスターとなっております。さあ、しっかりと、避けて、イボーケー。まあお前に攻撃されなくても 俺はもう自らもう巨竜症を発生するから。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、これ早いよ、オッケー、よし。さあ、最下転覆しっかりと発動させていく。さあ、巨竜症をしっかりと克服してやっていきたいなと思うんだけど、ちょっと待って、普通に死んじゃう。もう本当にね、サンブレイクで再登場したシャカルも、まあ、あとはゴアもそうだし、セルリギオスもそうなんだけど、一撃がとんでもない。よいしょ。はいはいはい。まあ、動きをね、覚えてしまえば、あとはまあ、そんなにね、手こずらなくても、いた。いや、分かってたんだけど、分かってたよ。
日々の動き。さあここしっかりと、泥玉転がし、はい、でじゃ肉質を和らげてこの間にアタックチャンス。いか、怒るか、あー、OKOK。タイミングがわからないのが、いまだにね、ちょっとタイミングがまだわからない。オッケー、さあ、今日つけてるから、人玉取りが寄ってくるというね、神スキル。この、ちょっと待って、ちょ、あら、ちょ、マジで、ちょ、ほんとマジで。オッケー。よいしょ。あ、怖い怖い。70ダメージって意外と与えられてる。あー、なんか捕まえちゃった。初めて、ちょ、わかんない。あ、いて。痛い、あ、絶対に殺してくる攻撃ね。はい、サンブレイクでよくあるからね、絶対に殺してくる攻撃、うん、絶対一撃攻撃っていうのがあるからさ、サンブレイクの、まあいいとこでもあるし、いいとこでもあり悪いとこでもあると。しっかりと今のうちに攻撃して、頭を攻撃してダウン取っていく。まあさすがの交流、まあ、頭をねもう狙われるともこうなっちゃうわけですよ。交流だからしょうがない。これはいまだにさ、たまにこうマルチでねしゃがるまがら行くと、まあやっぱ罠をね仕掛けてハンターさんが、ね、いるんですよね、うん、まあすごい初々しくて可愛いなとまあ思いつつ、まあ私からはね特に何も言わないけど、まあ、引っかかんないのを見てね、そこで勉強していただければいいのかなと。何様、俺は本当に今何様さあ。でもちょっと待って、そんなことよりも火属性のダメージがとんでもなくない、うん、意外とさ、こう拡散属性意味が僕も結構ね、こうなんだろうな、フェチなんですよね、拡散属性意味。あ、移動していく、 OK。 こうなんていうんですか、属性がさ、こう横にこう、こうなんていうの、こう広がっていく感じすごい好きなんですよ。剣で磨きしっかりと発動させていく。こちらのね、トリニティ Y、 よいしょ、あ、いなせないか、ギリギリ。トリニティ Y はね、あの強撃瓶が打てないから、だからこう接撃瓶強化をねしてくれる。危ない、人輪磨きっていうのはかなりの必須の、スキルなんじゃないかなと思います。さあ、新天神の術で今回は色づき虫だっけ、こちらの虫にしっかりとぶち当てていこうかなと思います。さあ、まず一発 OK。で今度は左側にある、ここに届け俺の思い、 OK。 そして最後にもう一発、さらにもう一発、 OK。 あ、もう一発できたじゃん、もう何やってんのよ。かけり虫2つしか持ってないかと思ったけど、まあそれはしょうがない、俺がここで燃やしていこう、 OK。 さあ、しっかりと燃やしていきますよ、シャカルちゃん。さあ、もう結構なダメージ与えられてるんじゃないかな、そろそろ巨竜症が克服してもいいんじゃないかなと、克服時期なんじゃないかなと。危ない、結構狙ってくるからね、マジで、うん、危ない。 OKOKOK、 よいしょ、はい、いなしたかったけど、まあこれはしょうがないでしょう。はい、地雷に当たらない、頭に60一発60だからもう300ダメージか、とんでもないわやっぱ弓。しかもちょっとかけ、あの鉄柱式使えてないっていうのはちょっともうもったいない。うわ、危ない、もう何危ない。ちょ、すぐにね僕回復して、あ、 OKOK。 危ないよ、いや本当人玉取りが来てくれてなかったら多分終わってたね、あのダメージ裏的に。 OK、 しっかりと、転がしていく。もうなんだ、なんか普段俺が人狩り行く時でもこのシャガルちゃんに結構僕ねやられるんですよ、うん、でもなんか今日はすごいいい感じですね、うん、よいしょ、はい、しっかりと、はい、しっかり人玉取りを寄ってくると、ありがとうございます。ああ危ない、強スキルがやっぱ強いのかな、うん、かなり強いと思うわこのスキル、だって普通に HP のあれが増えるからね、自動で。おい、あー、危ない、ちょっと、いやー、ちょ、あ、これパパ、よいしょ、ちょっと相手がちょっと怒ってきたわ、マジで。ここは本当に相手のこの流れに流されないようにやっていかなきゃいけない。いなしたかったけども、なんでよ、もうちょっと待って、飛躍がもうなくなっちゃうし、飛躍がなくなっちゃうし、あー、相手の怒りもなくなっちゃった、冷めちゃった、相手が弱いわこいつっつって、すいませんね。
実力不足でした。あ、これ当たるか、危ない危ない、これしっかりと飛び、あーもうちょっとこれ難しいですね。はい、いやーなかなか避けられないな。過去作ではね、あれフレーム回避できたんですよ僕唯一の特技、あの空でこう方向するときにフレーム回避、フレーム回避するっていう。あーこれ追撃があったか、追撃があったか、 OK。 なんか来た、ちょ、呼んでない、ちょ、呼んでないってば。回復薬しっかりと飲み干していく。まあ、これも仕方ない、爆発させるか、爆発させます。もう前回の動画もそうだし、もう結局こうもう総流でねぶち殺していくと総流がもう便利なんだよね本当に。被弾もせずに方向も受けずにさ、しっかりと終わらせていく。さあ多分空襲攻撃で終わらせてくれ、お前の時のな。ああさあ俺も負けずと、ここに頭にしっかりと、さあ回復、さああの HP のね体力のゲージもしっかりと上がって、さあしっかりと、これもうめちゃくちゃダメージ、あれじゃない、転倒させない、意外とさあ。あゆお疲れ様でした。ということで8分22秒とクリアということで、いかがでしたでしょうか。まあ、意外と、まあ、強いね、うん、あの食べ段階レベル3しかなくてパッと見ちょっと弱いってね思われる方もいらっしゃるとね思うんですけど、実際に使ってみたら、まあ、他の武器とね並べても、まあ、そんな分かんないぐらいのダメージしっかりと出てたし、火属性もねもともとでかなり高いんで、まあ、こちらのね、弓かなりいいんじゃないかな。見た目もほら結構かっこいいしね、うん、これ多分あんま使ってる人僕見たことないですね。火属性の拡散意味って言ったら、あのクラリチェーテ能力だっけ、あのリオレイヤー種、あごめん普通のリオレイヤーか、うん、の武器がやっぱりこう目立ってるんですけど、こちらのねトリニティ Y、 皆さんもぜひ使ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あやおでした。またね。